おはようございます。森高の釣りに小屋です。おはようございます。ウィークリーエンジュガハマサードシーズンボリューム12。だいぶねもうゴールデンウィークも過ぎて、はい、2週間ぐらい経ったところですかね。そうですね、一周飛ばしで、まあ、全然状況変わらず、先週結構来てたんですよ。ああ、そうなんですか。今週あんま来れてないんですけど、先週は肉眼で結構マグロ見える状態だったんで面白かったんですよ。ああ、マグロも沖で？沖で、ね、結構鳥もついてて、うん、でその鳥追っかけて見てたらマグロ2回ぐらい頭出しちゃうの見えて名誉すぎでしょ。そんな見えるんですか、そんなんて。あ、で今までもね何回かそういうことあったんやけど、うん、そのマグロ釣り行く前やからマグロかっていうのがはっきり分からなくて。ああ、そうですね、確かに。でも去年とか一昨年行ったんで、まあ、あれマグロなんで、まあ、岸で届く DNA 範囲ではないんですけど、うん、まあ、一応生命感あったりとか、あとエソ来たりとかおなじみっすね。そう、エソとあとはダツ、うんうん、まだいるような状況でマイクロベイトが手前にいるんで、うん、ちょっと頑張って釣りしていきます。はい、頑張っていきます。お願いします。なんか人全然いてないですね。なあ、今日はもう午後なんですよこれもう夕方、はい、ちょっといつもと違う時間なんですけど、うん、朝もね減ってますだいぶ。あ、やっぱそうですよね。うん、で土日は変わらず多いですけどね、うん、カップルとかも含めて朝は手前でもじゃこ釣れること結構あるんで。ああ、じゃあ、うん、若干楽しめる。楽しめるですねもじゃこいじめて。これぐらいのやつ。ああ、もじゃこは美味しいんですか。もじゃこどうやろ、ハマチは美味しいらしいけど、さすがにさばくまでもないみたいな。ああ、素早くリリースや、ね、再来年ぐらいに会いましょう。まあ釣り合いよりはマシですね。そうそうそう、手前でね、なんか当たるなと思ってた。割ともじゃこで。あ、何年か前モザコ食ってるブリを釣った人がいたんで、お、若干期待値上がってんねんけど、そんなことはないと思うまあでもなんかすごい心地いいですね、うん、エンジェガハマ。ウィークリー名物ダウンジャケットから T シャツまでなるって。あ、待って2人とも T シャツやもんな。いつ撮ったんか分かるっすもんね、大体1月の終わりぐらいから始まって、うん、中旬かな、大体12位なんで。いや、長かったっすね年々厳しなってるような気がするよ。いや、ほんまにそうですよ、うん、ナブラ、一昨年とかまだあったし、ゴールデンウィーク中とか見たやんか、うん、去年も1回2回見て、ただメジロとかではなくて、うんうんうん、もしかしたらサバとかそんなんかもしれんけど、今年僕は1回も見てない。そうですよね、見たって人はいたからゼロではないと思うけど、でもそんなこれだけ来ててないってことはやっぱり少ないんやと思う。ウィークリー始める時とか、うん、昔森さんがすごいナブラ見て、うん、フィーバーしたとかって言って期待値めっちゃ上がってたから、うん、あれってもう3年やってすっとこやんみたいな感じで。ナブラがないような、うん、海水温やと思うで、変わってることは。反転したら岸際に流れて、岸際に寄らずに水度上がっていって、うん、多分大阪湾とか抜けていくやと思う。あ、いやー、そのまあ黒潮の蛇行とか、うん、蛇行してるの、蛇行の反転流やな。伊豆沖ぐらいに当たって戻ってくるやつ、まあ、それが和歌山の岸際を流れててね、うん、これがあったかい水で、黒潮ってあんま魚おらんから基本的に。まあ、そこら辺の流れが変わればもしかしたらまたフィーバーする時期が来るかも、来るかもしれへんし、あとは風向きとか沖にベイトはいるのはいるやろうから、いつか来るかもしれないんで、来年も2人元気ならあ、そうですねまだ2人元気で取れたらいいですねAI になってるかもしれない。ああ、もう喋るん全部任せて確かに。まあ、ここ基本投げるん気持ちいいんで。そうですね、朝来ると生活のリズムがいいんで。うん、あと、まあ、これからカンパチのちっちゃいやつっていうやつが結構釣れたりすることも増えてくるんで、はいはいはい、一応それが釣れ出すときはボトムまでルアーつけてあげた方が確率高いです。あ、そうなんですね、うん、そこ付近で釣れること多いんで。一応そういうテクニックもあるんですね。うん、まあ、一応もうちょっと頑張ってみます。うん、はい、頑張ります。
はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。ちょっと夕方1時間ぐらいやってみたんですけど、はい、全然反応なくて、はい、まあ、なんか今回で多分ウィークリーエンジが浜は終わりです。はい、まあゴールデンウィーク過ぎたんでね。そうですね、サードシーズンも厳しかったんですけど、まあまあこまめに来て、うん、まあ、例年通りの超過だったんじゃないかなと思ってます。あ、今今後は、バス類とかあと道具結構買ったやつとかのレビューとかもあるんで。ああ、そうですね、うん、ウィークリーエンジが浜以外でまた和歌山の他の釣り場とかもね、うん、行った動画とか投稿していこうと思いますんで、はい、次の動画もお楽しみください。はい、ウィークリーエンジが浜サードシーズンご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。